じゃあ、音はアメリカンですけれども、日本の昔懐かしい風景を歌った歌を。紙芝居、紙芝居。紙芝居屋のあの親父はもういない。古い自転車に小さな箱を積んで神社かやってくる。ライブの本数がものすごく少なくなってみたらものすごい下手になってしまう。やっぱやらないとダメなんだ、人前に出ないとダメなんだねっていうのをもうつくづく感じてるんですよね。だからいくら練習やっても意外とまあ2人もそんなね、まあ毎日のように練習とかっていうのはないですから、それでまあ個人練習とかをやってるとなんかだん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 こう、あ、今これをやんなくちゃいけないとか、違うことをやりだすんですね。あ、これできなかったからこれやっとこうとか、そういうことをやり始めるともうね、もう混乱してくる、どんどんなんか全然ノリが変わってたりとかしてね、あ、これはやっぱり合わせないといけないんだっていうのをライブありがたいなってつくづく思ってますけどね。ウクライナの人の靴が一足あったならという詩を日本語に訳したものと、レッドベリーの作ったグッドナイトアイリーのメロディーを高田渉さんがドッキングした靴が一足あったならを歌います。靴が一足あったなら
see